飛行中の DJIS800 マルチコプターとは、ヘリコプターの一種であり、3つ以上のローターを搭載した回転翼機のことである。マルチローターヘリコプターや単に、マルチローターとも呼ばれ、中でもローターが4つのものは、クワットローターと呼称される。また、今日では特に無人航空機を指すことが多い。機体中央から放射状に配置された複数のローターを備えており、 各ローターを同時にバランスよく回転させることによって飛行する。上昇、下降はローターの回転速度の増減によって行い、前進、後進、旋回などは各ローターの回転数に差をつけ、機体を傾けることで行う。ローターは固定ピッチのものがよく使われ、右回り、左回りのものを交互に配置することで、回転の反作用を打ち消し合っている。主に無線で、 遠隔操縦するラジコンヘリコプターや自立飛行が可能な無人航空機として使われている。他、空飛ぶ車等の有人航空機としての研究も行われている。ガソリンエンジンを備えた有人クワットコプターの研究はヘリコプター創成期から行われており、1907年にフランスのブレゲー、リーシェイジャイロプレーンが地上60センチメートルの浮上に成功し、 最初に浮上した海底によく機とされている。1922年にはアメリカ陸軍によりデボサーザットヘリコプターの実験が行われた。ヘリコプター実用化後の1958年にもアメリカ陸軍がタービンエンジン駆動のカーチスライト VZ-7 の実験を行っている。その後はティルトローター機として1963年に X-19、1966年に X-22 の実験が行われた。電動の小型マルチコプターは1980年代に名古屋大学等の研究機関や一部の愛好家の間では細々と開発が進められてきたが、当時は軽量、高容量のバッテリーや高出力の電動機の入手が困難でなおかつ姿勢の変化に応じた連携制御が必要だったため、 一般の愛好家が飛ばすことは困難だった。1989年7月にキーエンスからジャイロ操作が発売され、これが契機となり、これまで垂直離着陸機を飛ばした経験のないものでも容易に飛ばせるようになった。この当時、搭載されていたジャイロスコープはモーターでコマを回転させる形式だった。その後、改良され、2000年代以降は、 スマートフォン等に使用される MEMS ジャイロスコープや加速度センサーが大量生産されて廉価になり、これらを搭載したマルチコプターが普及した。1994年3月7日に日本航空協会の公式試験で人力ヘリコプターである UDI が高さ 20cm、対空時間19.46秒の飛行に成功した。2010年、フランスのパロット社が AR、ドローンを発売した。それまで、もっぱら産業機器であったドローンが一般人でも、簡単に入手、飛行させられるというインパクトは大きく、この製品が、今日のドローンブームの火付け役となり、特に2010年代はドローンにカメラジンバルを導入した、中国の DJI の製品が、世界のシェアの7割超を占めた、ドローンブームの火付け役となった。 AR ドローン2013年12月米 Amazon.com がマルチコプターでの配送サービス Amazon プライムウェア構想を発表した。2015年11月千葉県香取市にあるザファームにて第1回となるドローンインパクトチャレンジ2015が開催され総勢61名のパイロットが参加した。ニコニコ生放送にて生放送も行われた。 2016年3月千葉県千葉市三浜区にある幕張メッセでイベントジャパンドローン2016が開催され、イベントのうちの一つとして屋内レースドローンインパクトチャレンジ2016が開催された。ジャパンドローン2016の来場者数は8023人。次回開催は2017年3月23日から25日幕張メッセを予定。 2016年4月楽天はドローンによる荷物配送サービス、空楽を5月に始めると発表した。第1弾としてゴルフ場で導入される。使われる機体はローター6つのヘキサコプターで最大積載量は約2キログラム目的地までの飛行や荷物のリリース、帰還までを完全自動で自立飛行する。2016年7月3日、兵庫県加藤市で、 日本国内初の賞金付きドローンレースが開催された。一周200メートルの専用コースを3周。操縦者はゴーグルをつけて、ドローンの視点で操作。およそ50人が参加し、時速100キロメートルを超えて飛ぶレースとなった。2016年8月、ヘキサコプターのドローンにて地雷を探知し、処理まで行うサービス、マインコファンドローンが開発に必要な資金を キクスタター上に手募ったところ、目標金額の7万ユーロに対して、倍以上の資金援助が集まった。2016年11月、第56回全日本模型ホビー賞で協賞より、発表された、モデル、ドローンレーサーが発売された。高度維持機能を持つ、低空飛行用クアットコプターとなり、R、C カーで使われる、ホイラープロポで操縦できるよう設計されている。 2017年には KDDI が実証実験として LTE を利用したスマートドローンと呼ばれるオクトコプターにて目視外長距離飛行を行い課せられた任務として他内系の薬剤散布を行った飛行途中にドローンポートと呼ばれる箇所に着陸して無人充電を行い機体の行動半径を拡大させた日本政府が目指している 過疎地でのドローン宅配などでの利用が期待されているが、安全性の担保が当面の課題とされた。一般的に、マルチコプターは垂直方向に3個以上のプロペラを備える。プロペラの数が2個以下の場合には姿勢を制御するために、サイクリックピッチ機構のような回転中に連続的にプロペラの角度を変える機構が必要になるが、プロペラの数が増えることにより、 各プロペラの回転数を増減することで姿勢を制御できる。シングルローター式のヘリコプターよりも姿勢安定性が良い。各モーターの回転数の制御は搭載されたジャイロスコープで傾きを検出して補正する方向にモーターの回転数を変える。一方、複数あるローターのどれか一つでも停止すると墜落してしまうため本質的には シングルローター式のヘリコプターに安全性で劣る。またローターの回転数のみで制御可能という簡素な構造を活かすために一般的にサイクリックピッチ機構や可変ピッチ機構を持たそのため軽量な機体を精密に制御するような用途を得意とし重量物を高速で搬送するような用途は苦手とする。フライトコントローラーボード自立飛行が可能な無人機タイプには フライトコントローラーが搭載されている。この部品は、ドローンの脳、心臓部、中核などと称されることもあるほどに、重要な部品で、コンピュータと、ジャイロセンサーや、加速度センサー、気圧センサー、GPS などが一つのボードに収められている。各センサーからの情報を源に、コンピュータが機体の姿勢を監視安定化させつつ、操縦に応じて、機体の傾きや、 進行方向を制御するために用いられる。フライトコントローラーのハードウェアとしては、なぜ32と CC3D がよく使用される。そのハードウェアに制御アルゴリズムを実装したファームウェアをインストールして使用する。基本的には、それぞれのハードウェア専用のファームウェアを用いるが、異なるハードウェアでも共通で利用できるファームウェアもある。代表的なファームウェアとしては、以下のものがある。 カメラ搭載型カメラ搭載型は空撮や調査などで人や従来の航空機が立ち入れない未知の視点からの撮影を可能にした。撮影している映像は FPV によって地上でリアルタイムでモニタリングが可能であるが電波法の制約から出力や帯域が大きく制限されている。写真やビデオ等の可視カメラのほか赤外線カメラを搭載するタイプもある。 映像制作用の場合、カメラはブラシレスジンバルに搭載されることで揺れのない映像を撮影できるようになった。測量型連続写真による写真測量型やレーザー計測器を搭載した測量専用の機体も存在する。輸送型物資の輸送に特化した高いペイロード、長い航続距離を誇る機体も開発されている。戦場での爆撃への利用も研究されている。 メディアを再生するマルチコプターによる映像の一例以前のラジコン空撮はカメラの揺れが大きいため動画には適さず写真の撮影がメインであった。しかし DJI 社が発表した Z15 という新しいカメラジンバルによりほとんど揺れのない安定した映像を撮影できるようになった。このようなブラシレスダイレクトドライブ方式のジンバルは他に フリーフライ社からモービというものが2013年のナブで発表された。火山噴火時の状況を把握するためにマルチコプターを使用し、自動航行による加工観測や観測用ローバーを山頂に運ぶなどの用途で使用されている。東北大学と株式会社エンルートとの共同研究で浅間山や新し年だけでのフィールド実験が行われている。レーザーセンサーなどを使用し、 屋内での自動飛行も可能となっており、警備や危険区域の探査にも活用されている。自律飛行可能な利点を活かし、人が立ち入れない場所での調査が期待されている。大手セキュリティ会社、セコムが小型飛行監視ロボットとしてクアッド型のマルチコプターを開発した。会場やコース上空からの空撮では、2015年1月22日、 スポーツ放送発のマルチコプターによる中継を、米国スポーツチャンネル ESPN が、x ゲームズの中継で実施した。日本では、2015年9月6日、インターネットと CATV によるトライアスロン大会の生中継で、マルチコプターによるクルサズが加わった。現在、一般の店などで大量販売される遊びや、趣味用、マルチコプターは、 従来のシングルローターに比べ安定性が高く操縦しやすい。プロ用と比べ小型、軽量で全長は1 0トル以下から30から4 0トル程度が多いが8 0トルほどのものもある。機体材質は合成樹脂が多い。世界的に中国メーカー製の製品シェアが高まっており、日本国内では日本のメーカー製の製品も販売されている。 熱心な愛好者には、各パーツ、制御ユニット、モーター、ローター、バッテリー、FPV システム、機体の材料などを個別に入手し自作、飛行実験や趣味的飛行を楽しむ人もいる。各国でドローンを使用した宅配便の計画が進行中で一部では実験的に運用されている。また医薬品のような緊急性を要し、なおかつ軽量の荷物が主流で、 自動体外式除再動機を緊急輸送する試みも進められつつある。以前は無線操縦ヘリコプターを使用していたが操縦には技量が必要だった。高精度衛星測位を利用した自立制御式のマルチコプターによる種子や肥料の散布、防除が進められつつある。E ボーロの16ローター機動力集中式の搭乗機では部品数が多くなり、 動力を伝達する機構が複雑になることなどから実用性には乏しくヘリコプターの黎明機に数機種が開発され飛行実験には成功したもののクワットティルトローターのように上実の理由により開発が中止されることが多く実用機には採用されていない電動マルチコプターのドローンが実用化されてからは有人電動マルチコプターの研究も行われるようになった 個人レベルでも購入、操作できるようになってきたため、日本では首相官邸無人機落下事件や文化財などの建築物の撮影や地域の祭りなどの催しで許可なく使用したり、操縦の不注意で衝突、落下が起きるなど安全管理が問題になった。このような事態を受けてマルチコプター等を含む無人航空機に対する規制を適用する。 改正航空法が2015年9月4日に可決成立、同年12月10日に施行された。単発と総発以上で操縦、整備の資格が異なるエンジン駆動式ヘリコプターとは異なり、現状特に有人マルチコプターにおいて、電動機の数が1機の機体との間で操縦、整備の資格が異なることはない。規制対象となる無人航空機航空法では、 無人航空機の定義として、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、構造承認が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもののものを除くとしている。なお、操縦量 200g 未満等であるために、無人航空機に該当しないものであっても、模型航空機として、空港やその周囲などにおける、 制限表面にかかる規制、及びその他の航空法による規制は、依然として適用される。飛行空域の規制次のいずれかに該当する、空域における飛行は、事前に申請し、国土交通大臣による許可制とする。私有地の上空であっても、上実の規制空域に該当すれば、自らの土地でありまたは、土地の所有者等から許可を得た場合であっても、 航空法による国の許可が必要である。ただし、屋内やゴルフ練習場など網や膜等で六面が囲われた空間内では航空法による国の許可は不要である。規制空域に該当しない空域では航空法による国の許可は不要である。ただし、別途の法令や自治体の条例による規制を受ける場合がある。その他、 航空法等に規定される飛行禁止区域、民間訓練試験区域、自衛隊、在日米軍の制限にかかる空域等は考慮する必要がある。やむを得ず、規制空域において無人航空機を飛行させようとする場合には、当該飛行させようとする者が自ら関係各、機関と事前に調整しその了承を書面で得た上で、さらに国土交通大臣の許可を得る必要がある。 A 空域については、空港、ヘリポート管理者、または、空港事務所と事前に調整しその了承を得た上で、国の許可を得る。B 空域については、該当空域の管制機関と事前に調整しその了承を得た上で、国の許可を得る。管制機関はおおむね、該当空域が、民間訓練試験空域である、場合航空交通管理センター、新入管制区である場合は、 管轄空港事務所等、それ以外は各管轄航空管制部となる。飛行方法の規制空域の種別や国土交通大臣による許可の有無を問わず、無人航空機の飛行方法については次の規制が適用される。ただし、飛行方法について特別に国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りではない。以上参考。 無人航空機の飛行ルール国土交通省適用除外捜索救助等のための特例として都道府県警察国もしくは地方公共団体またはこれらのものの依頼により捜索もしくは救助を行うものが航空機の事故その他の事故に際し捜索救助目的のために行う無人航空機の飛行については前述飛行空域の規制及び 飛行方法の規制は適用されない。なお、この場合も、制限表面打ち上げ等の禁止等、制限表面、その他の規制空域の初期制を遵守することが推奨されており、また警察、自衛隊、または災害対策本部等と適宜協議、連絡することが推奨されている。別途の法令等による規制など、民事責任無人航空機を含め航空機を落下させたために、 他人の生命、身体や財産に損害を与えた場合には、損害賠償責任が生じる。アメリカ合衆国アメリカでは2015年2月に、連邦航空局が、商用目的の小型無人航空機システム規則案を発表した。小型無人航空機システム規則案では、重量55ポンド未満の無人航空機について、連邦航空局の対空証明書は不要とする一方、 航空機登録及び航空機表示は必要としている。なお、連邦政府による規制に先駆けて、約半数の州が法規制を行っている。イギリス・イギリスでは、航空令エアーナビオーダー2009により2 0ラム未満の無人航空機を小型無人航空機と定義する。2 0ラム未満の無人航空機は、対空証明や登録は不要だが、 原則運行許可と操縦資格が必要である。ありがとうございます。